皆様こんにちは。五等分の花嫁にて中野いつき役を演じております水瀬いのりです。この度五等分の花嫁がゲームになるということで、タイトルは夏の思い出も五等分となっております。皆様が主人公になって、この中野家の五つ子たちと一緒に同じ時間を過ごすということで、きっとプレイしてくださっている方は、まあ、原作から知ってくれていたり、アニメから知ってくれていたり、五つ子のことがすごく好きな皆様たちだと思いますので、とってもこの私も今収録をすべて終えたところなんですけど、楽しんでいただける内容だし、改めてこの五つ子のことが好きになる魅力がたくさん詰まっている作品になっていると思います。ぜひぜひプレイヤーの皆様にはこう夢の時間を過ごしていただけるシチュエーションがあったり、まあ、アニメを見てくださる方にとっては、あ、このシーンみたいなちょっとつながりというか、時系列的にもそんな展開があったりするので、ぜひぜひそんなところを楽しみにしてほしいです。そしてオープニングテーマとエンディングテーマも実は中野家で歌唱をさせていただいているので、そちらの方も今回のこのゲームの世界観にとても沿った楽曲になっているので、ぜひそちらの方も映像も含めて楽しみに待っていただけると嬉しいです。私も実際に台本を読んで収録をしたんですけど、まだこうなんだろう、そのセリフを言ってる時のスチルというか、静止画がどんなデザインになるのかっていうのは、実は演じてる時にはまだ知らなかったりするので、早くプレイして、いつきをはじめこの五つ子たちのいろんな表情を見られるのをすごく楽しみにしています。ぜひ、プレイをすることを決めている方も、まだちょっと検討中だよという方も、とっても楽しい物語、そしてこうひと夏の思い出をこの5人と一緒に過ごせる物語になっているので、楽しくプレイしていただけるんじゃないかなと思います。引き続きこの五等分の花嫁シリーズというか、いろいろ展開を続けていくので、こういったゲームという形でも中野家を愛していただけると嬉しいです。いつきとしてもいろいろギャグシーンとかはちゃめちゃなシーンとかシリアスなシーンとか、すごく5人の絆を感じる物語だったりとか、いろんな表情を演じたので、ぜひとも楽しみにしていてください。それではまたゲーム本編でお会いできたら嬉しいなと思います。以上、水瀬いのりでした。またねー。